江戸祭の直線にサイクルスカートをなびかせる鬼が出るって噂知ってるかい？おめさんは知らねえだろうな。ふう。どうも、新荒北仮面やす子です。今回は江戸祭最速の新荒北仮面やす子がライバル視する存在、江戸祭の破壊神ことドラマタリッちゃんご紹介していこうと思うんで、よろしくマンデル。最後までご視聴よろしくマンデル。 Oh yes。 改めまして、おはこんばんちはなら、荒北仮面やす子だよ。本日はこの新荒北仮面やす子の前を走る江戸祭最速の女子ローディー、破壊神ことドラマタリッちゃんの速さの進化。この新荒北仮面と初めてエンカウントしてから約2年、江戸祭最速の女子ローディーとなったこのドラマタリッちゃんの軌跡を追っていこうと思うんで、よろしくマンドルル。荒北仮面、この新荒北仮面やす子とドラマタリッちゃんとの出会いは、江戸祭のガチ勢こと帝釈天さんの毎週日曜日の早朝開催されるチーム帝釈天連、その朝練に毎週参加していたロードバイク大好き女子、まあ当時は奥さんローディーってね呼び方をしていたんだけど、そんじょそこらの奥様とは一味も二味も違う、いややばいんじゃないって話、マンドリルの出会いだったんじゃない、やばいんじゃない。当時の彼女の走りはまあ荒削りではあったけど、まあ、女子ローディーとしてはねかなり速い方だった。まあ、だけどこの、イキリ初心者サイクリスト新荒北仮面から見てもちょっとね力みすぎなところもあれば、ポジションがちょっと合ってないんじゃないかななんてね思うこともあったけど、まあ帝釈天さんや島田さんを風よけにしてるとはいえ、巡航速度35キロを余裕で超えちまう、いや豪脚マンドリルだよねって話な女子ローディーだった。この2年前、江戸祭最速であったこの新荒北仮面やす子、強いサイクリストを見つけたら男であろうが女であろうがバトルを仕掛けるこの新荒北仮面やす子、そんなこの新荒北仮面やす子に食らいついてくる奥さんローディーことドラマタリッちゃん破壊神、まあ、当時はね、まあ、彼女気合はあったものの、やっぱ後半がね垂れてくる傾向にね結構ありました。まずは2年前の破壊神ことドラマタリッちゃんの走り、この新荒北仮面の走りと比べて見てみてください。こちらです。この新荒北仮面やす子と比べても少しねペダリング力んでるような感じしませんか。まあ、破壊神の異名はねこの時はまだついていません。彼女を今がむしゃらに頑張っているところ、帝釈天さんに引いてもらって、そしていろんなことを学び成長しながら強くなっている最中だからといって、この新荒北仮面手加減はしません。ここでアタックを仕掛けちゃいます。さあドラマタリッちゃんついてくるのか。残念マンドリル、気合十分のドラマタリッちゃんだったけど、この頃はね新荒北仮面が粒すき満々の全開スプリントを仕掛けたらアタック封じをすることなく、チームリーダー帝釈天さんに追いかけろって言われるまでね追いかけなかった。この頃はまだ新荒北仮面やす子の熱い走りに惚れちまっていたウブな女だった。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。再び帝釈天さんのスリップストリームを利用して加速するも加速が鈍い。だがしかしこのことがきっかけでドラマタリッちゃんの心に火がついた。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。毎週のように帝釈天さんの朝練に参加すること1年、進化したドラマタリッちゃんの姿がこちらです。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。1年後に再会した
ドラマタリッチャンこと破壊神。この頃から少しずつ破壊神としての片鱗を見せつつあった。この日強風の向かい風が吹く中、帝釈天さんや島田さんのアシストなしに先頭を走り、初老サイクリスト軍団ファミリーアリーベデルチを引っ張ること約10キロ、平均速度30キロをキープして爆心マンドレル、爆速スカート女子ローディー、いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。でこの頃の破壊神さん、まあ、速さを追求するがゆえ、最強を目指すがゆえに、まあ、何度かね落車をしてしまった。己の限界を知ったことによって速く走ることだけじゃなく、速さの中に安全も取り込んだセーフティー高強度トレーニングに変わりつつあった。いや有料サイクリストなんじゃないって話、マンドレルだよね。そんな中、帝釈天さんやティーンのローディーたちに囲まれながら成長した破壊神りっちゃんのペダリングは無駄な力が抜けてさらに力強くなった。この先でその片鱗見せてくれるらしいんで、こうご期待マンドレル。おー、イエス。段差強いですよ。道幅の狭い下り区間、下り気象はセーフティーライドを見せた破壊神ことドラマタリッチャンであったが、心の中では初老サイクリスト軍団をちぎることを考えていた。いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。ここだ。上り区間で突然のアタック、初老サイクリスト軍団ファミリーアリーベデルチをぶっちぎる。そして振り返り、ちぎれたおっさんたちを眺めながらご満悦、いや豪客なんじゃないって話、マンドレルだよね。1年前とは比べ物にならねえようなペダリング、余計な力が抜け、疲労を分散することができるようになった破壊神りっちゃん。パワーマネージメント、スタミナマネージメントを身につけて、かつてはダンシングなんてほとんどやらなかったのに、貧脚な男どもを蹴散らすために抜きどころでダンシングをかましてくる豪脚爆速スカート女子ローディー、いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。ここだ。かつてはこの新荒北仮面のアタックにも反応することができなかったが、不意打ちアタックに対してもアタック封じを仕掛けてくるメンタルの強さ、破壊神りっちゃん常に進化してるんじゃないって話、マンドレルだよね。フゥー、イエス。つうわけで、かつてはこの新荒北仮面やす子のお尻を追っかけていた破壊神りっちゃんであったが、1年の時を経て逆にこの新荒北仮面やす子が破壊神りっちゃんのお尻を追っかけるっつう下克上を成し遂げた奥さんローディー破壊神りっちゃん。継続は力なり、いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。現在の新荒北仮面のスプリントじゃ破壊神りっちゃんにダメージを1しか与えることができない。エクスカリパー新荒北仮面やす子、いややばいんじゃないって話、ダサいマンドレルだよね。そしてこの日からさらに1年経った現在、チーム帝釈天の朝練にはクリテリウムやエンデューロに参戦してるようなガチガチのガチ勢がいるっつう噂マンドレルだ。コロナ禍でこの新荒北仮面やす子、チーム帝釈天の朝練に参加することは現在なかなか実現は難しいが、このコロナが落ち着いたらガチガチのガチ勢にしばかれてさらなる進化を見せた破壊神ことドラマタリッチャンをぶっ倒しに行くんで、首根っこよーく洗って待っていてくれ。やられたらやり返す、千倍返しだ。つうわけで今日の動画楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえたならいつものように高評価、チャンネル登録よろしくマンドレル。
それじゃあ貴様らみたいな貧脚庶民サイクリストにも良きバイシクルライフが訪れること願ってるぞ。次回の動画でまた会おう。あり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 アリベデルチ、さよならだ。アナキタ仮面。